はい、シースダイアリーエピソード37ということで、今回紹介するのは赤青マップ波動ブランドになります。なんか石器末みたいなデッキ名になったんですけど、デッキ制作者はツムージーさん。で、戦績はおもちゃのバンビ CS3 位です。というわけで、まあ、もともとですね、ビッグバンフリアにクラッシュヘッドぶち込んだタイプのブランドはあったんですけど、今回はそれにマッポチュリスが組み込まれた形になります。まあ、要はもともとクラッシュヘッドってビッグバンフレアでしか踏み倒せなかったので、まあ、ビッグバンフレアを最速で打ってクラッシュヘッドパーンって出すデッキだったんですけど、今回そこにマッポチュリスが組み込まれたので、マッポチュリスを使って山札からクラッシュヘッド掘ってそのまま出すっていうプランがさらに取れるようになったんですね。まあ、言ってしまえば手札にクラッシュヘッドがなくてもビッグバンフレア打ってマッポチュリス出すと、マッポチュリスの効果で山札からクラッシュヘッドを持ってくることができると。まあ、簡単に言うとクラッシュヘッドを使いやすくなったと思ってください。マッポチュリスのおかげで。まあ、そういうわけでね、デッキ解説していきたいと思います。というわけで、まあ、早速構築解説していきましょう。まず最初、クラッシュヘッド4枚ですね。まあ、基本的に踏み倒して出すことになります。従来のブランドだとクラッシュヘッドってビッグバンフレアでしか出せなかったんですけど、このデッキマッポチュリスあるんでかなり出すチャンスは多くなります。で、次、GWD4 枚ですね。まあ、2ブロック界だとこいつはもう神みたいなもんですね。小型除去として使用してください。ちなみにですね、この GWD のクリーチャー倒した時1枚ドローできるっていう効果は、GWD のみに付与されるんじゃなくて、クリーチャー全体に付与されます。まあ、ちなみになんですけど、ビッグバンフリアで GWD 出すと、まずビッグバンフリアの効果で相手のクリーチャー1体とバトルすることができるので、ビッグバンフリアでバトル、GWD でバトル、アタック時にもう1回 GWD でバトルで最大3面除去できます。で、次、ゴゴゴブランドが4枚ですね。これ知らない人もいると思うので、簡単に説明しますと、まあ、手札がこのゴゴゴブランドだけだったら、タダで出すことができる、スピードアタッカー、ダブルブレイカー、バトルゾーンに出た時にカード1枚引いても良いと。で、その後手札1枚捨てたら、相手のパワー6000以下のクリーチャーを1体破壊することができるっていう、バケモンみたいなカードです。まあ、というわけで、これ使ったミニコンボなんですけど、まあ、相手の盾が4枚以下の時に、ビッグバンフレアでまずクラッシュヘッド出します。で、ビッグバンフレアは3マナで唱えると自分の手札1枚捨てないといけないんだけど、まあ、これで適当な手札捨てて、手札の枚数減らしておきます。で、残った手札が555ブランドだったらそのままタダで出すことができるわけですね。なので、クラッシュヘッド555ブランド、両方スピラダッカーなので、そのまま相手のシールドを4枚割ってください。で、クラッシュヘッドの効果でエクストラターンを得るので、次のターンもう1回555ブランドで殴って勝ち。こういうルートを取ることができます。ちなみに制作者曰く、まあ、555ブランドは環境に応じて 1,2 枚他に枠譲ってもいいそうです。で、次、バッドブランド4枚ですね。これ手札が低コスト帯で固まってる時こっちで攻めることになるので入ってます。まあ、攻撃プラン2通り取れるデッキは大体強いです。で、次、マッポチュリス4枚ですね。これのおかげでビッグバンフレアとクラッシュヘッドがかなり腐りにくくなりました。潤滑油としての搭載になってます。4枚確定でいいかなと思います。で、次、ビッグバンフレアが4枚ですね。まあ、クラッシュヘッド来れなかったら多分お墓に行ってたと思いますね。最強です。で、次、チュチュリス4枚とダチッコチュリスが4枚。まあ、このデッキの初動になってきます。バッドブランド、GWD。あと、まあ、マッポチュリスにつなげる動きもよく使います。で、UI の天秤4枚ですね。手札交換用のカードとして搭載されています。あ、状況に応じてクラッシュヘッドプランかバッドブランドプランか選択してそれに応じた手札交換しましょう。で、最後、クロック1枚ですね。このデッキのシールドトリガー枠になります。まあ、安定4枚ですね。かなり強いデッキです。僕、これ予選で当たってボッコボコにされました。ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。